ペルソナ4Gアルティマックスウルトラスープレックス、これ12人ずつ揃ってますかね。大丈夫ですかね。じゃあ4ブロック、桃色、桃色、桃色さんとリポさん3つですかね。リポさんリポさんになってます。あ、大丈夫ですかね。じゃあ桃色さんと D筐体配信筐体でお願いします。で5ブロック、これちょっと申し訳ないブロックになっちゃったけど、自慢さんと陣粉さん、C筐体で、自慢さん陣粉さん C筐体でお願いします。 D 筐体です。で、最後の3人ブロック、6ブロックを B 筐体、これリンク？キャラパワーだなんとかって頭悪いの。はい、頭悪そうな顔してんだよな。<笑>これは誰かな。これ、早かけろちゃって、これ、ドラヘタさん？だよね。ここはドラヘタさん、リンクと、あれ？ドラヘタさん、ペンを使ってる場合じゃねえから。 ドラヘタさんペンを使ってる場合じゃねえから。マジでペンを使っちゃうの、あの人。一緒に楽しもう。じゃあドラヘタさん、その試合終わったら来てください。ドラヘタさんそれラストです。すいません。じゃあリンくんと先にコツメ先生でお願いします。受けたまりました。あ、来た。じゃあドラヘタさん先にリンくんと B 筐体でお願いします。どちらの手に 職人なんだよな。さあ始まってるのは、ハッチ筐体、1位側がリポさんで2位側がモモラさん。ビリオ、ビリオ、最大っぽい。やるぬるだな、やるぬるだな。マジか。やるぬるだな、やるぬるだな。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 やるぬるだ
이제 사실 일어나. 사실 일어나. 사실 다. 엔도 야르나 거르데다. 야바이 이소룸이라 그래. ワンピー側見事に勝利しました。じゃあ、配信形態次の試合、さざなみくんと、ひしさん、誰一人邪魔はさせない。ティタノマキア、さし今日、おっと、あ、ドライさんがつまんなそうな顔してる。わかる、マジリンだもん。さあ、リンくんが勝って、じゃあリンくんと小粒先生でお願いします。ペルソナ4、さあ、次の試合は、これさざなみくんがクーピー側で、ヒッチさんがワンピー側、サモナムラとシャドルミク、あなたの姿とその分よろしくさん、受けたまわりました。さあ、これさざなみくんが前作はしゃべりステージだと迷彩カラーになって分かりづらいって言ってましたけど、今回もあるこのステージ、さあ迷彩カラーで、マイルドレッジギロペルソナマイルドレッジギロマイルドラッグ、これが当たったのか、いってくさあ、アップ当たって、さあ、今回はやったか、ちょっと待って、さあ、これはちょっと考えたか、ちょっと待って、ここから見えねえだろ。さあ、ここが当たってきましたけど、あ、落ちてきたんですよ、ここが早い。すぐブルータル。さあ、ラウンド決まりました。ああ、了解です。ジマさんが勝利。ありがとうございます。じゃあ、ケイさんとバブカブ君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 、ケ
왼쪽 핀치. これ来るやん、スイッチやなきゃ。お前の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 
じゃあリポさんとヒッシーさん配信筐体 D 筐体でお願いします。リポさんとヒッシーさんでさあよろしくお願いします。さあ C 筐体若干注目のあとキャラパーダスさんはどうなったん。あれリンクのとこどうなりました。さあリンクが1位抜け。じゃあドラヘタさんとコツブ先生お願いします。ああ申し訳ない。ペルソナ4。ようこそベルメトルーム。ここは夢と現実、精神と物質の狭間にある場所。覚悟はできている。あなた受けたまわりました。男たちよ、いざ刮目せよ。全力を尽くす。ラウンド1ファイト。ダイナソナス前を取る。前を取る。てリダアルテミシア。力を入れるだよ。頑張って。冗談やらおい。冗談やめてきちゃえ。ゲアマンゲアゼン負けないよ。冗談ゲアゲアテテゲアアルテミシア。これ誰だ。ミシさん。ヒシさん一抜け。俺の力。じゃあケイさんとこどっち勝ちました。ケイさん。じゃあC 兄弟で自分さんとケイさん、自分さんとケイさん C 兄弟でお願いします。で桃色さんとさざなみくんが配信でお願いします。あれ？交通先生が2位抜け。小指砕け散っちゃってる。俺も砕け散ってるからね最近。ペルソナマジすぐ砕け散るもん小指。
中性なっちゃった。ここは夢と現実、精神と物質の話。いやあなたのお姿とその分身ペルソナをイメージなさって、それで五分。さあ HP がシャドウを感じる森野さん、 DP が佐々木くんのシャドウラビリス。ラウンド1もう1位でございます。2位はドリギンしかいなくて、ドリギン死んじゃったんで、もう1位でございます。もう1位でございます。捕まえてごったい。あ、遠くない。しか行ってない。今回これはダウンしないっていうのが優しくして。あー、マスター、やったこれ。これでどう。後ろ体のブロックだったんだね。あー、なんでじゃあどういうことだこれは。あー、振り込まれてガードシール、ゲージ当たらず助かっている。シューナー、あ、これはさあ、物議をこぼしている。ラウンド戦車さまるくん、あ、潰されてブロッキン跳ねます。でさざなみくん連戦で、リポさんとお願いしまーす。リポさんとお願いしまーす。無様だね。何をそのなんだ、悔しいか。いつだよ、2つバージョン挟んでんぞ。ペルソナ4、C 筐体はちょっと、じゃあ C じゃねえ、ごめんなさい、 B 筐体は設定戻しちゃいます。エノジアイできるようにします。ここは夢と現実、精神ブリリアント。あなたのお姿とその分身ペルソナをイメージなさってください。受けたまわりました。この牙城をぶち壊せるか。ラウンド1、ファイト。ここはやめないよ、助けてよ。さあ、配信の方は始まったような、リポさんの方が始まったような、ウーバーみたいな。さあ、これは君の手は2くらいまで落ちたい。ダメージいい感じ、ダメージいい感じ。ダメージいい感じ。ピザ1位抜ける了解でされてます。じゃあ、C 兄弟と銀風さんとマブカップ君で、銀風さんとマブカップ君でお願いします。さあ、ビームエンタビー、さあ、さあ、手を切っているが、中段ダッシュで前に出て、BT。 さあ、よくわからない BT が出て、ラウンド戦車でこそ、ラウンド2、ファイト。2つ来る、倒れろ、倒れろ。さあ、ダッシュ勝ちが取れる。
さあ、隣の筐体は劇的逆転勝利、価値ある勝利でした。マブカプなんもこんなくて、マブカプエネクあって、無駄なのよ。なんとだって蘇ってやるんだからさ。マブカプコパン、押しただけ。 じゃあ D 筐体に移ってください。 D 筐体でマブカプ君とジマさん、二抜き決定戦でお願いします。ようこそベルメットル。ここは夢と現実、精神と物質の狭間にある場所。 どれ、まずはお名前を伺っておくといたしましょうか。そっか、まあいいや。じゃあ2ブロック、2ブロック丸1の方ちょっとやっちゃいましょう。C 筐体でやってまいります。タモさん、レンさん、ロセリさんから、タモさんとレンさん、タモ先生、あれ日本語不自由か。あ、タモタツさんは音ゲーム。あ、いた、タモさん試合です。あなたを鼓舞する方のお姿。何、俺が強いぞってこと。ちょっとわかんないけど。タモさんとレンさんで、新筐体でお願いします。はい。で、なんだ、1勝1敗なら2周目。で、2周目はラウンド取って、ラウンド得失点で取っていくんですけども、それも1周1敗。 ラウンド同じやったらじゃんけんです。3周目はじゃんけんになります。で、これを食らう。さあ、配信の方は、5ブロック、5ブロックに抜き決定戦。HPがマブカプレリュースじゃなくて、マブカプレリュース、リピーターが、ジマさん、デモブロック、まだデモブロック、今日、エントリーデモブロックじゃないなと思ったら、これ、ケースさんがエントリーしてくれたんで、さあ、エントリー。 じゃんけんしたね。じゃんけん、さあ、スーイレル。スーイレル。よし。さあ、罠を落としつつ、前に出る。あれ、アイスにCやったら、アルテミシア。お疲れ。ロングレンジで。場所を変えます。さあ、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 さあ
그렇죠. 밥 쓰이니
ジャックスパースーリースーリーパーなんじゃこりゃー怒られたーどうもあれはマハブフが出なかったのかなさあラウンド選手はじまさんドラスがキャンパーだドラでも当たんなくなっちゃうかいあれ気がするそうだよそうだよサイレン攻撃ね攻撃ゲームか入いてるやるすぐやっぱりすぐよし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 けられへんのに負けられたあとは置いてきれば死んだけどここ回すと回すとスピード全部使って持っていっていいですがさあ振っているさあバカ君行くぞ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 こっちカーキャンキューあー負けたよ負けたよさあやっぱ見せるよシャーッスピードラーさあ通り返すマップくんラウンドファイナル離れます離れますシュートシュートでしょさあ監督をジャンプでやるさあこっからのタクエどっち呆れ見てころこっちが痛いにいいよっと余裕いいさあ狙い撃つやめな完了さあゼロ組織ゲージあり離れます行けやるねどうすんだよどうすんだよさあ戦いませんやるねやっ大きいのを狙っていきますさあブドウハマオかこれさあ勝ったのはジマさん素晴らしい探偵からは逃れられませんさあ、あ、言い抜けています、3とお、レンさん勝利 2P 側の勝利ですじゃあレンさんとロセリさんレンさんとロセリさん、お願いします C 協会ですはい、C 協会で、言い抜けです倒れていたのは僕だったでしょうじゃあ配信筐体で2抜けブロックさざみくん、ジマさん、コツブ先生からペルソナ4ジマさん連戦になっちゃうんで先にさざみくんとコツブさんウルトラスープレックスホールドコツブ先生はの試合あ、いらっしゃった慣れてらっしゃる慣れてらっしゃるセンス慣れてる場合じゃないのか誰とやってたんですかあ、キャラ的にいいってことさざみくんだってことほうほうほうさあリーグ戦なので1周目1勝1敗は2周目2周目1勝1敗でラウンドも同じなら3周目3周目はじゃんけんでございますよろしくお願いします食うか食われるかいいよそういうのラウンドなんてまだ2桁なのあゆかりがどうするかだなごめんなさい。このまま僕ごくだな。燃えろ。こっから優勢だよ。こっちよ。さあ、マーフのプレッシャー。出るキュウリの方を打ってこっち